青梅警察署から特殊詐欺被害防止についてのお知らせです。特殊詐欺の被害に遭わないためにはどうしたらいいのか、今日は青梅警察署の特殊詐欺被害防止アドバイザーである青梅市のイメージキャラクターゆめゆめちゃんと奥多摩町のイメージキャラクターわさぴーにも来ていただきましたので、一緒に考えていきましょう。今回は特殊詐欺の中でも息子や孫のふりをしてお金を騙し取るオレオレ詐欺について紙芝居でお伝えします。実際に青梅市や奥多摩町でも詐欺犯人から電話がかかってきているご家庭が多数あります。まさか自分の家にはかかってこない、私は騙されない、そう思っている皆様により身近に感じていただきたいと思い、青梅市にお住まいで紙芝居の創作実演をされている中村瑠美子さんに協力いただきました。それでは中村さん、よろしくお願いいたします。脚本へ中村瑠美子、桃子さんとオレオレ詐欺、始まり始まり。もう1年になるのね。桃子さんの一人息子の智樹さんがアメリカに転勤してから1年経ちました。お父さんは毎日陶芸だそば打ちだとお気軽に出歩いてるけど、いつ倒れたりするかわからないし、私だってもう年ですもの。智樹がアメリカだなんて心細いわ。早く帰ってこないかしら。桃子さんはいつも手帳に挟んである智樹さんの写真を取り出しました。この頃は良かったわね。まだ大学生の時の智樹さんです。手塩にかけて育てたのに、男の子なんてつまらないわね。はあ、トゥルルルトゥルルル、あら電話、誰かしら。カシャ、もしもし。母さん、俺だよ。え、まさか智樹なの。そうだよ、智樹だよ。さて、ここで皆さん質問です。これは智樹さんですか。違います。よかった、皆さん賢くていらっしゃる。でもそうとは気づかない桃子さん。まあ、智樹元気。いや、ちょっと風邪ひいててね。声がおかしいんだよ。あらやだ、アメリカでも風邪が流行ってるの。ん、いや、ひいたのはね、アメリカだけどね。今急な仕事で日本に帰ってるんだよ。日本にいるの。いや、でも明日には帰らなきゃならなくてね、家には帰れないんだよ。だけど今困ったことが起きちゃってさ。困ったことって何。実は会社の車で人をはねちゃってさ。何ですって、人をはねちゃって。いや、大したことはないんだけど、警察呼んだりしてる時間もないし、こんなこと会社にバレたらクビになりかねないしね。まあ、首はダメよ、首は。いやだろ、だから示談にしてもらうことにしたんだ。母さん悪いけど、被害者の口座に100万円振り込んでくれないかな。アメリカに帰ったら、すぐ返すから。100万円ですって。わかったわ、そのくらいならなんとかなるわ。口座番号教えてちょうだい。わかった。いや、間違えると困るから携帯に送るよ。でも今会社の携帯しか持ってなくて、母さんのアドレスわからないから教えて。携帯電話に口座番号が届くと、桃子さんはすぐに押し入れから茶箱を引きずり出して、着物の間から茶封筒を取り出しました。中から出てきたのは100万円の束。40年間コツコツために貯めたへそくりよ。皆さん、ここだけの話ですが、あともう一束あります。大丈夫よ、智樹はすぐに返してくれるって言ってたもの。それに利息をつけてくれるかもしれないし。
桃子さんは自分に言い聞かせると急いで銀行に向かいました。普通預金の、はあ、もう見えづらいわね。慌てて老眼鏡忘れてきちゃったわ。あのお客様。うるさいわね、急いでるの。急いでどちらに振り込まれるのですか。事故の被害者よ、息子が人をはねて。まあなんでそんなことあなたに話さなきゃいけないのよ。お客様落ち着いて、もしかしてそれは振り込め詐欺じゃありませんか。振り込め詐欺。息子さんはご自分で名前を言われましたか。そりゃもちろん友樹って言ったのは私だわ。桃子さんははっと気づいて息を飲み込みました。お客様、このお振り込みはおやめになって、まずは息子さんに確認してみてください。それからでも遅くはないですよね。でも息子はアメリカなんですよ。アメリカでもお電話はかけられますよね。そうよね、この携帯からかけられるんだったわ。なんで気づかなかったのかしら。桃子さんは初めて携帯からアメリカの友樹さんに電話をかけました。友樹さんはすぐに出ました。これが今の友樹さんですね。桃子さんは今会ったことを話しました。母さん、それは日本で流行ってるオレオレ詐欺、つまり振り込め詐欺に間違いないよ。俺がそんな電話するわけないじゃないか。しっかりしてよ。桃子さんは散々友樹さんに説教されました。だって友樹が全然連絡くれないから心配してたのよ。もう帰ってこないんじゃないかと思って。おいおい、オーバーだな。いや必ず日本に帰るから心配しないでよ、ね、それからいつでも電話して、出られない時は後でかけ直すから。ありがとう友樹。お母さんちょっと安心したわ。もう大丈夫よ、元気でね。桃子さんはそっと携帯電話を閉じました。それから数週間後、また電話が鳴りました。トゥルルルートゥルルルー、誰かしら。カシャ、もしもし。母さん、俺だよ。はは、また来た。桃子さんはちょっと考えてから。まあトム、トムなの。え、外国人かよ。ハロー、マイネームイズトム。あら、トム、声が変ね。クレイジーよ。いや、ちょっとさ、風邪ひいちゃっててさ。違うでしょ、私の好きなドナルド・ダックの真似してるのね。そう、あ、そうだよ。あ、そうに決まってんだろ。あ、ぐわっ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 。俺、いや、ドナルド、母さん元気、あ、ぐわっ、ぐわっ、ぐわっ。って、そんな場合じゃないんだよ。大変なことが起きちゃったんだよ。まあ、大変なこと？ Oh my God！ 何かしら。実は、会社の女の子を妊娠させちゃってさ。え？やだと思ったらくすぐったいわ。はあ？トムはうちの犬よ。ワンワン、あなたは息子じゃありません。ち、待って、電話を切らないで。あなた、こんなこと考えてる暇があったらもっと人生をまともに生きること考えなさいよ。親御さんが悲しむわよ。ガシャ。
電話は切れました。はあ、今回はなんとか撃退できたわ。これならトモキに自慢できるし、お父さんにも話せるわね。ワン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 。はいはい、お父さんが帰ってきたらお散歩しましょう。ほう、あ、すごいね。オレオレ詐欺をやっつけたんだ。すごいでしょ。ところでお父さん、温泉旅行にでも行かない？へえ、いや、桃子が旅行に行こうなんて珍しいね。いや、もちろんお供しますよ、桃太郎さん。じゃなかった、あ、桃子さん、ワンワン。まあ、やだ、お父さんたら。桃子さん、これからは人生悔いのないように楽しく生きていこうと決めました。おしまいです。いかがでしたか。桃子さんは銀行員の方からの声かけによって被害に遭わずに済んだようです。一度電話に出てしまうと、犯人は皆さんの不安や焦りをかきたてるように言葉巧みに騙そうとしてくるのです。詐欺かもしれないと思っていても被害に遭ってしまう人がたくさんいます。オレオレ詐欺は皆さんのお子さんやお孫さんを大事に思う気持ちを利用した悪質な犯罪なのです。他にも市役所の職員や銀行員のふりをした犯人が、医療費や保険料の還付金がありますと言って皆さんを ATM へ誘導し、電話で指示をしてお金を振り込ませる還付金詐欺も都内全域で増加しています。還付金詐欺被害を防ぐために警視庁ではストップ ATM での携帯電話対策を推進しています。この対策は ATM において携帯電話で通話をしないこと、させないことを社会のルールとして定着させ、還付金詐欺被害を未然に防ぐことを目的としています。ご理解ご協力よろしくお願いいたします。まずは電話に出ないことが一番の対策です。さらに被害者にならないために在宅中でも留守番電話に設定する、迷惑電話を防止する機能がついた電話機へ買い替える、知らない番号からの電話には出ないなどの対策を取りましょう。青梅警察署からのお知らせでした。